ばんは、ひづきチャンネルへようこそ。ということで、今日もちょっと喋りたいと思います。今日は久しぶりですが、本の紹介をしたいと思います。まずその前に、今日も T シャツですが、デスっていうんですかね、あのデッドエンドセッションの、T シャツです。オリアンキースの第3とか、あと明けの神の正明とかがね、出演してる縁で1回だけ出演しました。その時にね、買った T シャツです。結構かっこいいですね。これなんかデザインした人がいるみたいで、こういう絵が描けたらいいなといつも思ってるんですけど、まあ絵心は全くないので無理ですね。結構家で着てるんで、ちょっとだいぶ傷んできましたけども、まあ今日はこの T シャツでお届けします。今日はですね、紹介するのはカエルの楽園。これは比較的新しいんですが、新しくないかな、何年前ですかね、 4,5 年前だったかな、平成29年になってますけど、これ多分ね、単行本が出たのが29年なんで、もうちょっと前だと思います。百田尚樹、永遠のゼロとかね、書いた作者です。まあネットの方とかではね、保守論人としてね、結構有名な人です。まあとても暴言を吐くと、言われてるんですけども、まあ別に間違ったこと言ってませんしね、今回のコロナ騒動の時も、的確に状況を判断してね、見通し立ててましたけども、まあだからそういった現実感覚に基づいて、この本も書かれています。読んだ人も多いかもしれませんが、あらすじだけあんまり言うとダメなんで、カエルの国の話なんですけども、主人公がソクラテスっていう、アマガエルです。アマガエル、ちょっとね、カエルの種類の違い、あまりよくわからないんですけども、まあ設定通りに言うと、アマガエルのソクラテスとロベルトっていう2人組が、ダルマガエルっていうカエルにアマガエルの国を襲われて、そこから脱出して、でナパージュというね、土ガエルの国にやってくる話です。でその土ガエルの国が、とても平和なカエルがたくさん、住んでいます。まあそれがカエルの楽園っていう、まあ楽園なんですけども、これがウシガエルというね、隣の池か沼かに住んでる、カエルに狙われてるんですけども、まあそのウシガエルが、攻めてくるにあたって、このナパージュのツチガエルの人たちがもうすごい平和主義者なんで、おかしな論争を、繰り広げて、挙句の果てにウシガエルに占領されるという話です。まあどっかで聞いたような話ですね。まあはっきり言いまして、日本をモチーフにして、カエルの楽園書いています。ナパージュですからね、日本とジャパンとなんか混ぜたような、まあそんなイメージで、まあ日本っぽいなっていうのはあります。そこにね、3回という、決まりがあります。あんまり詳しく言うと面白くなくなるんで読んでほしいんですけども、とりあえずその3回っていうのをね、平和のカエル国のカエルたちはしっかり守って、大事だ大事だとか言うんですけども、その中で、国を守ろうとする、ハンドレッドとかね、ハンニバル兄弟とかね、いろんな登場人物出てくるんですけど、そういう人たちを逆に、追い落としていって、それで最終的にウシガエルにやられるという、もう本当に、はっきり言いまして、中国が武力とかね、そういう力で、押し込んできたりするんですけど、それを日本が、やられっぱなしになってるっていう、もうそのままの構図を、カエルの国という、そういう、比喩表現で小説にしてます。内容もね、とても面白いです。その中にね、デイブレイクっていうね、カエルがいるんですけど、このカエル、デイブレイクですからね、もう分かると思いますけど、デイブレイク、あんまり言うと差し障りあるかもしれませんが、朝日新聞ですね、
朝日新聞が、まあ、日本の、国を引っかき回している、むちゃくちゃなことを言ってね、引っかき回しているその様子を例えてます。このデイブレイクっていう人がこのカエルの楽園を破滅へ導いていくんですね。まあ、そういう、小説です。まあ、内容的には、怖いです。全然ハッピーエンドで終わってません。ですけどね、今の、日本の状況とまさにぴったり合ってると思うので、ぜひ読んでほしいなと思います。で、前紹介した本とかと違って、文庫でこの薄さなんで、すぐ読めます。字もね、大きいです。ですからこれは本当に一気読みできます。で、話、小説なんでね、百田直樹やっぱり小説家としてすごいです。永遠のゼロもね、すごい面白かったですけれども、話として、物語としてもとても面白くて、で、今の、日本の状況ね、すごい端的に表しているという、まあ、そういう本ですので、ぜひ読んでください。なんで今日ね、この、カエルの楽園を紹介しているかと言いますと、実は昨日カエルの楽園2020ということで、この続編ですね、続編ちょっとまだ読んでません。昨日買っただけで、また読んだらね、報告しようと思うんですけど、今裏に書いてるちょっとあらすじを読んでるんですけども、まあ今度はウシガエルの国ってなってますから、乗っ取られた後の話になってるんじゃないですかね。はい、すいません、ちょっと読んでませんが、これも、コロナの中で百田直樹が、書いて、なんかものすごい勢いで、発行された本です。ネットでね、アマゾンでいつも本は買うんですけども、アマゾンで見ましたら Kindle 版しか売ってなかったので、本屋さんに行くとたくさん売ってました。ということですので、本屋さんに行ったら、こちらも売ってると思います。多分これまだ読んでないですけども、こっちが面白かったんで、まあ、間違いないと思います。2冊買って読んでもらったらいいんじゃないかなと思います。ということで、カエルの楽園、の紹介でした。まあいろいろ最近ね、ちょっとFacebook いろんなこと書いたりとか、してますけれども、やっぱりね、日本はとても素晴らしい国だと思います。こんなに平和な、国ないと思いますし、アメリカの方ではね、デモという名のもとで略奪が繰り広げられているそうで、とても、恐ろしいことですね。まあ、もちろんほとんどの大多数9割は一般 の, 平和的なデモらしいですけれども、それが、一部がね、過激派が混じって、略奪をしたりとか、そういうことをしているみたいです。まあ、日本でデモが起こっても、まあ、略奪は絶対にないと思いますので、誰かが先導してもおそらく略奪はないと思います。これがやっぱり日本の素晴らしいところだと思いますので、皆さんもっと、愛国心を持って、ね、日本を、大切にしていってほしいなと思います。また固い話になっちゃいましたが、まあ、小説は本当に面白いので、小説普通に読んでも面白いので、難しいこと考えずに、ぜひ読んでください。ということで、またお会いしましょう。バイバイ。